こじゃないよ、キュウ。ほい、負け。お、お、お。何もつけずにいいんですよね。そうです、合ってます。ゴロンとなっていただいて、お腹モニターつけていきますね。はい、お願いします。緊張ですね。でも大丈夫ですね。緊張だと。でもこういう時になんかいい病院にしといてよかったよね。安心だよね。なんか。なんじゃこりゃ。なんかなんじゃこりゃって変な病院だったらあれだもんね。よかったね。お腹の下にベルトを巻いていきますね。左手で反対側のベルトをちょっとキャッチしていただけると。ありがとうございます。はい、OK です。始めますね。5月27日が誕生日。ミスちゃんと10日違いです。ねえ、そうですよね。確かに。帝王切開、すごい。まさかの。予定切開が安いらしい。よかった。安い。あの、無痛分、あ、無痛分の分安いんじゃない？ね、20万得してよかった、あの動画が本当になったら。いや、でもちょっと何ですか、今日もう赤ちゃん会うよ。いや、ドキドキ。先生が多分、私さっきなんかサインしたんですよ。サインしていただきましたか。はい、なんか部屋の番号が書いてあるやつと、なんかそれじゃない、手術の同意書か。そう、はい、そうです、そうです。そっち、手術に関しての同意書とかはあれですよね、サインとかいただいて、あ、はい、してない、してなかったです。はい、わかりました。はい、熱だね。先生からはその書類ってもらいましたか。何も書類もらってない。いや、いただいたかもしれない。あのピンクのやつ。嘘、入ってないかな。大丈夫、外してみましょう。ご一緒にサインですね。10月27。最終の飲食って何時何時ですか。9時。9時です。9時が お食事。はい、はい、今の朝の9時ですね。はい、指輪、ネックレス、大丈夫ですね。はい、はい、アレルギーはお食事のいくらで大丈夫ですね。はい、はい、他の魚卵は大丈夫ですか。はい、大丈夫。手術後にもお小水行かなくて済むようにバルーンって言って管を入れてお小水が勝手に出てくようになりますので、ちょっとそれも入れさせて、はい、ここに入れさせていただきます。緊急手術ですね。緊急で動画回してますね。今日は一緒に持ってってください、ご主人さん。はい、はい、一応貴重品は大丈夫、うん、そんな入ってないね。気をつけてね、何をかわかんないけど。気をつけてね。ドアが閉まる。もしかしてお母さんちょっと間に合わないね。無理だね、仕事中だね。下1階です。次頭から動いていきます。じゃあ頑張ってね。バイバイ。じゃあお願いします。こちらのお店の方でお待ちください。はい、すいません、お願いします。ゆうちゃん頑張ってね。頑張るぞ。まあ寝てるだけだけど頑張ってね。頑張っていい。営業室ということでですね、閉館室って言う場合じゃないね、今からあれよ、帝王切開よ、今からfrom 名古屋 from 名古屋。うん、わあ、緊張するね、緊張するね。お待たせいたしました。はーい、じゃあベビーちゃんおめでとうございます。女の子です。初めまして。お顔ちょっと初めてます。お顔ね、隠れちゃうんだよね。あ、まあ、大丈夫。よいしょ、お召し上がりの顔か。せっかくね、最初のね、お写真。すぐ行ける。あ、待ってみたいわ。初めまして。
なんか嫌そう。お迎えで渡しきます。お願いします。まさかこんなことになるなんて、びっくりです。今手術が終わって血抜きといろいろ検査をしていただきました。赤ちゃんはちょっと小さいのと血圧がちょっと低かったので、今はあの大事大事に入ってるね。入っております。でも大丈夫っぽいよ。本当さっき聞いたら、うん、寝れてたら起こさずに帰るね。ありがとう、うん、ちょっと眠い。とっても眠い。じゃあ寝ましょうか、うん、おやすみ。おやすみなさい。2日目の朝です。今ご飯を食べましたが、ご飯を食べたらちょっとお腹痛いね。ちょっとゆっくりゆっくり食べなきゃダメだったかもしれない。私はいつも早食いだから。お腹痛いわ。食べたらお腹痛い。はい、ではこれでおっぱいを絞って入れます。やばい、今日さ、この魚みたいなの食べたんだけどさ、
めっちゃ美味しい。うまい。寝ています。ちょっと二重疑惑があります、うん、で新しいおむつをしっかりこうやって広げて、はい、こっちがお尻側になるのでこの向きで入れますね。でお尻ごと持ち上げて、はい、もう片方の手でおむつ入れ込みます、はい。もうあとはね、ありがとうございます。お口にフィットするとこんな感じで飲んでくれます。すごいね、お嬢さんの上手ですね、吸うの。サクサクですね。うん、君と好きな人が100年続きますように。おはようございます。今日はちょっと久々にコンタクトにしました。ちょっと余裕が出てきたというか、歩けるようになってきたのでコンタクトにしました。まだちょっとやっぱりむくんでるのかね、顔がちょっとまだ腫れてる気がしますが、3日目の朝になります。はい、なんとこらじゃん、産後リハビリステーションのご案内ということで、リハビリだって、そんなのもあるんだ。で、ね、じゃん、今痛いところ、痛みのある箇所に丸をつけてください。へえ。3日目の朝です。ベッドメイキングをしていただきました。すごい、めちゃ綺麗になった。ありがとうございます、こんなことまで。はい、ということで、なんと薬が増えました。血圧がまだ下がらず、血圧を下げる薬があるんですけど、さらに増えるということになりました。おー、すごいすごい、探せるね私。おおおおおお、すごい。赤ちゃんね、しっかり口開けてくれるので、うんうん、あとはね、タイミングをうまく見計らって、うん、加えさせてあげると多分うまいこと言ってくれるんじゃないかなと思います。はい、ということで、昼食、3日目の昼食の時間になりました。今日はね、午前中からすごい、なんだろうな、バタバタしたというか、赤ちゃんがお部屋に来て、おむつ替え、おっぱい直接あげ方、ミルクの作り方とかいろいろ教えていただきました。すごい、本当に、なんだろう、まあ、本に書いてあるんだけど、直接看護師さんから丁寧に教えていただいたんですけど、めちゃくちゃ分かりやすくて嬉しかったです。シャワーに入れないのでボディーシートで体を拭きます。ユースキンというので保湿します。お、元気元気。なんかちょっとぐずってんだよね、うん、さっきからね。
わ、タトルおじちゃんになっちゃったよ。とりあえず頭だけ支えてればいい。了解です。嬉しいよね、これね。止まらんの。耳めっちゃさ、とんがってるね。おはようございます。よ、5日目の朝になります。でですね、今日また新たな痛みがあって、4日目の夜、昨日の夜、今日、寝るとき、もう胸が痛すぎて、おっぱいがカチコチになってしまったんですよ。それまでいろいろ大丈夫ですかって聞かれて大丈夫だったんですけど、もう胸が痛すぎて寝れなくて、昨日は。こういった、アイス、こういったアイスをタオルで冷やして胸に当てて寝ました。いきなりこんなにカチコチになると思って、昨日まで柔らかいふにふにのおっぱいだったのに、急にカチコチの、なんか石化したおっぱいって感じになったので、ショックです。もうめちゃくちゃショック。はい、今日からこの病院の赤ちゃんのお風呂というね、この DVD を見てくださいということだったので予習をしたいと思います。私はもう目で見てるだけでは覚えられないので、自分なりにメモして、あら、隠しをされちゃってます。急に DC 生活が終わって、急に赤ちゃんが出てきて一緒に、生活していきなりいっぱい覚えることもあって、やることもあって、わーってこの入院生活目まぐるしく進んで、初めて入院したり手術台に乗ったり、赤ちゃんと2人になったり、まだ心と体、心と頭追いつかない中で、大丈夫ですかとか、すごい看護師さんも優しくて声かけとかしてくださって、笑顔で大丈夫ですとか、ありがとうございますってニコニコで対応してたけど、おはようございます。今日が退院の日の朝になります。昨日は一晩中泣いてて、一回なんかちょっと感情が出て動画撮って泣いちゃって、その後ちょっと寝たんですけど、また涙が溢れすぎて、みどりちゃんっていうね、本当にお世話になってる子に電話で話聞いてもらって、話聞いてもらってっていうか、ただ私のなんか鼻水音を聞かせたっていうだけのことをして、でまた寝て、でまた起きたらまたちょっとパニックになっちゃって、今度は旦那氏に電話して話聞いてもらって、でまた寝て、でまた起きちゃって、みどりちゃんがまたちょっと話聞いてくれてて、もう本当に。はい、では今からじゃん、出生証明書在中ということで、こちら出生の証明書を、こちら出
出生の証明書です。よかったですね、ここはい、素晴らしい。もう看護師さんも仮面正解でしたね。先生もかっこいいし、みんな素敵な人ばっかり。いいですね、寝てます。名前も決まりました。うん、これからもよろしくね。来てくれてありがとうね。よろしくね。いいですね、久々に2人を浴びた。やばい、また泣けてきちゃった。ダメですよ、結構頑張れる。ちょっと待ってますよね。うん、退院おめでとうございます。可愛いね、これ。これバズった時のやつ。いいね。これで入院したもんね。なぜか。これで。これね、買い物動画のやつだよね。たまたまそう。卵24個での服で、うん、来たら。赤ちゃん生まれちゃったね。いや、ゆうちゃんマジ1週間そこにいきなりいたんだもんね。うん、なんとか。頑張ったね、偉かったね、強かった、びっくりしたね、頑張ったね。でももういないね、あっちにいるね。どうですか、出てきて可愛かったですか。可愛いと思えてよかった。可愛くなかった、どうしようと思ってたね。ブチャイクってなったらどうしようかと思ってたね。自分がなんか好きって思えるか分かんなかったから。好きだった、よかったね。よかった、これももらえたし、アップルウォッチ買ってもらったし、アップルウォッチ買ってもらったね。転倒防止っていうか転倒した時はだね、しないのが一番だけどね。